さっきのやつじゃない？多分。さっきのやつ。本当だ本当だ。宮島までクルージングしてくる。そういうこと。宮島、もう宮島まで行っちゃうか。じゃあ、あれしようか。もう修学旅行という程度。そうしよう。我が家の修略、修。修学旅行。我が家の修学旅行。ね。楽しみやな。絶対来るよ。絶対この前でクラスで整列して座ってお話聞くわ、絶対ここ。ね、あの三角座りしてね。そうそうそう、なんか千羽鶴とかがちょっとあそこ上物見に行くね。ああ、あれってあの何個やったらこんなことあれってあの消えない日だった。雨降ってもないはい。マジ。一人大丈夫みんな。足も行く。8時15分ね。はい、うわ、ごめん、こんなん初めて見た。8時15分現場を押してこれも残骸なんだ。あ、ここさ、爆心地だったの。あ、爆心地ってどこだっけ。こここういう感じで広島の修行だった。
か。マスクやね。修学旅行だからね。日本は20世紀の一時期、戦争への道を歩み、そしてついに昭和16年、1941年12月8日。ちょうど今日みたいな日だよね。暑い晴れた日の。昭和20年の1945年8月6日午前8時15分に投下された原子爆弾は、広島市の切なくなってくるね。切ないな。やばいな。じゃあ次。原子爆弾が投下されたとき、広島には35万人単位の人々がいたと想定されています。1976年に広島市が国際連合に、提出したメッセージを、核兵器の廃絶と全面軍のために国連事務所総長への要請の資料によると、原子爆弾が投下された昭和20年過去1945年8月6日から当年12月末までの死亡者の数は約14万人と想定されています。だいぶなんか下まで来たんじゃない？原子爆弾による障害は昭和20年過去1945年末で一旦収まった。ここに原子爆弾によって亡くなった人々を心から追悼するとともに、誤った国債により犠牲となった多くの人々に思いをいたしながら、その惨劇を いねえ。行ってもうたの坂。いねえ。
を食べるか。あ、いいよ。何味？え、いちご。そっちを取る。お待たせ、お待たせ。どうもどうもどうも。入場料っていくらだろう？資料は。資料は500から1000円だよ。安いね。脱毛したからないね。うわ、いいな。じゃあ行ってこうかな。あっち？あ、行ってらっしゃい。うん。じゃあ、もっと。いや、おいこしそら。あ、お父さん、すみません、最後写真はどっちいいですか？皆さんで。Thank you.
飛ぶと。はい、安い。安い。沿岸の。沿岸の平和記念館。本来は修学旅行に行くはずだったんだけど、コロナのね。諸事情によりね。滋賀県に。こういう街行きたいわ。なあ。橋を渡ってんのかな。
出口まで待とうか。現在地。あ、ねえ、さっきトイレ戻れるんじゃん。裏、砲弾部分ってあるでしょ、うん、あれの後ろ、あそこで爆発を起こすとあれが吹っ飛ぶの、ウランが、うん、もう片方のウランに吹っ飛ぶのね、はい、そしたら、そしたら、臨界を超えて核分裂が起こって爆発するよね。模型なかったね。うん、でっかい。リトルボーイの。実物大のね。まあ模型偽物だけどね。あれすごいなと思って。
学と医療難しそう。勉強になりました。勉強になりました。投げましょうか。でもさ、あの原爆ドームは車でブーンって行くの？いや、車でからまた歩いていく。最初のとこから見えてたでしょ、貞子の像と、原爆ドームと行って帰ろうかな。はい、よし、帰りましょう。車で休憩しよう、うん、エアコンガンガンつけて。個人修学旅行、個人修学旅行中です。個人修学旅行、え、サロコあっち、サロコあっち、これは何だろう、誰、これは誰、カヤ似てるな、ん、似てるな。こっちから一周しようか。こっちこっち。
世界遺産。わお。これウィーンってやってさ、これボボボボボボって上空に原爆ドームが。あと看板まで一周してきた。これが原爆ドーム。入りましょう。入ります。バクシンって見に行くからすぐそこって行ってたよ。バクシンって見に行ってもどうしよう。またまれそうに。え？